ここの位置は今までで一番ごちゃごちゃして入り組んでる感じがするね。どうした？なんか騒いでる？なんか騒いでんぞ。喧嘩かな？のびたび。はい、どうも、じゅんやです。いつもお世話になっております。朝ですね。はい、カンボジア、カンポットの朝です、今日はね、3日目なんですけど、昨日ね、2日目の朝にここのね、市場で、まあ中がね、結構迷宮。はい、どうも、じゅんやです。いつもお世話になっております。出しているお店がありまして、今日やっぱ、朝ですね。はい、カンボジア、カンポットの朝です。今日はね、3日目なんですけど、昨日ね、2日目の朝にここのね、市場で、まあ中がね、結構迷宮みたいになってるんですけど、いい感じのね、飯屋さん、まあチャーハンと焼きそば、フライドヌードルを 1.5 ドルで出しているお店がありまして、今日やっぱ朝やからね、人がいっぱいおるね。で、そこでまあチャーハン食べたんですけど、昨日、で、その店にね、行くまでの動画を撮ってなかったので、普通にフラフラーっと歩いてね、探索してたらいい店見つけたんで、ということで今日はそこのね、店までの行き道を動画に撮って、昨日ね、チャーハン食べたんで、今日はヌードル食べたいなと思っております。で、僕もね、どっから入ってどうやってたどり着いたかね、あんまり覚えてないんで、探し持っていこうと思います。で、まあちょっとね、動画が前後するんですが、さっきね、今日のこの動画からの昨日チャーハン食うた動画でお届けしたいと思います。ということで1話にね、入ったんですけど、マジでね、もうここ3回ぐらいね、中入ってみてうろうろしてみたんやけど、こんなとこ初めてたどり着いたな。あ、こんなとこもあったんや。こんなちょっと広くなってるとこもあったよね。あ、もやし美味しそう。で、どこにあんの？あ、もやし美味しそう。炊飯器がね、あったらもやしまたね、炊いてあれするんやけど、炊飯器ね、あったらね、買おうかな、炊飯器。な感じで、どこやろな、昨日の。もっとね、ディープなとこやったんです。こういうなんか開けたとこではなかったから、なんかね、イメージ的にこっちなんよね。肉屋さん、お肉屋さんね。ね、ここの位置は今までで一番ごちゃごちゃして入り組んでる感じがするね。なかなか広いしね、マジで迷子になる。イメージ的にこっち。すごいね、こういう肉屋さんがいっぱいある。みんなどういう基準で店選んでんやろね。同じようなとこばっかりやけど、やっぱ顔なじみっていうか、仲いい人のとこで買うんかな。ね、うおー、でっかい魚、これうまそう。あ、魚もいっぱい、海の近くやからね。魚もいっぱいやし、鳥もいっぱいやし。で、あれ、もう向こうの出口に 見えてきてしまったな。この辺やったかな。マジで分からへんようになった。違うな。どうした？なんか騒いでる？なんやろ、なんか騒いでんぞ。喧嘩かな。 What's happened? どうした、どうした、どうした。あ、喧嘩始まったんか。おばちゃん同士で、おばちゃん同士で喧嘩始まったん。ファイティング。ちょっとトークで分かりにくいけど、おばちゃん同士でね、喧嘩してるみたいわ。どうでもええわ。やじ馬根性で見に行ってみましたが、おばちゃん同士が叫び合ってましたね。お魚いっぱいありますよと。ハロー、ソークサバイ。ね、この辺にあったような気がすんねんけどな。なんか近づいたような気がするけど違うかな。昨日発見した店が今日は見つからない。どこやったかな。あ、でも、ここではないな。ここもなんか良さげやな。ここ何屋さんやろ。
ここも良さげやな。ここもええな。何屋さんやろ。なんか近づいてるような、そうでもないような。あれマジどこやったっけ。これ二度と見つからんのか、もしかして。ここのお店やな。昨日見たことないとこ歩いてるわ。迷子なちと。今日は休みやとかかな。あれマジでどっか分からへんかった。こんなとこではなかったけど、ここも美味しそうやな。はい、はい、ああ、It's okay, it's okay. It's okay. I'm looking for fried rice. Fried rice. 分かれへんか。美味しそうやけどね。ちょっと今日はここじゃないねん。わざわざ席開けてくれた。なんか席開けてくれたし、ここでいいかな。OK。言うてた店見つからへんから、ここにしようっと。どうやって頼むんこれ。どうやって頼むんやろね。これ一回腹壊したやつやけど、どうかな今は。美味しそうやね。トライパンマン。もいちゃん。プランポアン。プランポアン。OK、そう、そう、それサイチュルクね、サイチュルクプリーズ。ここで食べる。いやいやいや、豚丼ですね。前のおっちゃん の食器が置きっぱなしだけど。 Thank you。 よいしょ。ああやってやってくれんね。おー、うまそう。キュウリを添えてくれるのは嬉しいね。オーケー。こんな感じね。てってれーと。はい、美味しそう。いただきます。はい、ちょっと辛そうね。添えてくれてるけど、うん、うまいわ。オーケー、めっちゃうまい。うん、あ、これいけるな。めちゃくちゃ美味しいわ。ご飯も結構山盛りやし。なんか甘辛いね。照り焼きみたいな味付け。めっちゃいけてる。うん、ジャスミンティー、うまい。うん、カンボジア人がよく発する音。うんってやつ。若干マスオさんっぽいやつ。真似したくてもなかなかね、うまいことできへんねんな。うん、結構みんな使うね、あの音。音っていうか、なんていうか。キュウリ好きやから、大好きやから嬉しい、これ。あ、うまかった。中ごとでごちそうさまでした。美味しかったよと。完食しましたよと。ね、いろいろね、選べてね、良さげやね、この店。うん、仕事でお金払いましょうと。あけん、うん、違うの。はい、ちゅうことで、ごちそうさまいたしましたと。ちょっとね、この後帰ってまたね、オンラインでああやこうやせなあかんから帰ります。このような感じのお店でしたよと。はい、ちょっとでも、そのね、お目当てのお店をね、どこか確認したい気持ちがあるんやけど。あれ、ここ先通った？通ってないな。ここでもないし、春雨とかビーフン系のやつ売ってるとこまだ見つけてないねんけどな。そういうのもあったら食べたいんやけどな。どこやろ、ここかな。うん、うん、
あれここなんか昨日歩いたような違うかな。なんか違うような、こっちかな。違うな、やっぱどっか分からへんわ。あ、この向こうかな。なんかここも昨日歩いたよ。おお、豚さんかな。あれでもやっぱ違う、こっちな気がするな。ここやわ、あったわ、発見したよ発見したけどやってへんやん。はい、ここなんですけどね発見したけど今日は定休日かな、それとも、また明日なのかな。こっちから帰るか。はい、ということで、発見しましたが結局お店やってないという、そういう感じでした。はい、うん、なのでね、あっこで食べて正解やったね、うん。そんな感じで、うわ、ここね、足元が悪いんですよね、この辺がね、びっしょびしょ、うん。ここもちょっとした、ちょっと広めやな、ここは食堂。市場内にね、こういうとこいっぱいあるからね、ちょっといろんな店で食べてみたい気がするね。まあ、そんな感じで、このように、まあ、今はねカンボジア内のね、カンポットっていうところに潜んでるんでございますけれども、こういうローカルなところをねどんどん、攻めていって、まあ、実際暮らしている感じをお届けしていっておりますので、気になるなという方はぜひチャンネル登録と親指ボタンとね、もうコメントをね残していただけるととても嬉しく思います。ちゃんとコメントもね、ちょっと最近コメント返すの遅いんですけど、ちゃんとね、全部返すようにしておりますので、ぜひともコメント残していただいたりとか、アクションを起こしていただけると嬉しく思います。はい、それでは、このような朝のにぎわいを見せるカンポットの市場からお届けいたしました。ほなまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。